田村智子さん。日本共産党の田村智子です。まず確認いたします。桜を見る会前日の夕食会前夜祭は参加者個々人がホテルとの契約主体ではなく、あなたの事務所側がホテルとの契約主体である。これでよろしいですね。安倍晋三君。契約主体ということにつきましては、当初はこの5000円で完結をしていたというふうに認識をしておりますので、契約はですね、主体はそれぞれ参加した方々だという認識であったわけであります。契約主体は 誰かというこの日程においては、さまざまな考え方があるわけでございますが、今回はですね、検察当局のですね、認識に我々は従ったということでございます。田村さん。答えじゃない。契約主体はあなたの事務所側である。それでよろしいですね。事実を聞いています。安倍晋三君。ですから今申し上げましたように、今回の主体はですね、安倍晋三後援会であるということでですね、我々検察側の認識と同じくしたところでございます。田村さん。領収書が親和会ですのでね、私はあなたの事務所側というふうに今理解をいたします。で、費用補填についてもお聞きします。あなたの私費から出したと最初は言い、それを立て替えたと言い換えを行っています。誰が負担すべきものを立て替えたということですか。安倍晋三君。それは安倍晋三後援会に記載するべきものであったということでございまして、ですから今回は、そのように修正をさせて、修正するようにという指導をいただき、そのように修正をさせていただいたわけでございます。田村さん。報告書のことを聞いてるんじゃないんです。お金を誰が負担すべきものをあなたが立て替えたのかと聞いてるんです。安倍晋三君。誰がということでございますが、いわば食費、飲食費等につきましては、5000の会費を徴収をしているわけでございます。そして、いわば本来、その不足分を会場費等でございますが、を立て替えるのをですね、私から預けている共有資金の中から、これを立て替えているのでございますが、これ、本来であれば、安倍晋三後援会からですね、支出するものであったと、いわば安倍晋三後援会から支出するものであったからこそですね、精神収支報告上、そのように修正をして、提示をさせていただいているということではないかと思います。田村さん。今もね、会場費うんぬん言いましたけれどもね、公職選挙法199条の2、寄付の禁止の中でね、会場費のことについては、政治上の主義または施策を普及するために行う講習会、その他の政治教育のための集会に関し、やむを得ない実費、これは寄付の禁止のね、限定的な例外ですよ。宴会じゃないですか。収支報告書、宴会料で書いてあるじゃないですか。ね。でしかもね、収支報告書の中で、本来、後援会が記載負担すべきだったから変えたって言ってるけど、実際のじゃあお金はですね、後援会の訂正された収支報告書を見てもですよ、確かに不足分の支払いの記述あります。しかし、その不足分がどこから出てきたのかが全くわからない。結局、あなたのポケットマネーから出してるんじゃないんですか、実態は。安倍晋三君。それはそうではなくてですね、当然これ、載せて、収支報告書に載せているわけでありますから、安倍晋三後援会から支出することは正しいのでございまして、いわば立て替え払いしたものにつきましてはですね、今回修正することと同時にですね、もともとのこの共有資金のもとに、安倍晋三後援会から出してですね、そちらに戻すということにしなければならないと、こう考えております。ですから、あくまでも安倍晋三後援会が主体で支払いを行っていくということではないかと思います。また会場費等の、これは解釈については、すでに、総務省からですね、見解が示されているものと承知をしております。田村さん。これ、宴会料の補填がね、公職選挙法上禁止されてないなんてありえないですよ。ありえないですよ。でね、しかも、やっぱりこの後援会が出しているというけれど、そのお金がどこから出てきたのかが一切説明されてないんです。わからないんです。これは、ここの場での説明ではダメです。しっかりと資料を提示いただいて、
私たちに分かるように説明をしていただきたい。お約束いただけますか。安倍晋三君。もう一回じゃあ質問してください。じゃあ要求しておきます。今ご理解いただけないようなんで、収支報告書の訂正を見てみますと、後援会の収支報告書は確かに支出の部分は増えてます。でも収入で増えた分は会費の収入だけなんですよ。不足分がどっから出てきて払われたのかないんですよ。安倍晋三さんからの寄付もないんですよ。繰越金が訂正されてるだけだから、一体どこからどうやって出てきたのかというものが全くわからない。でもう質問時間があまりないですから、今日この場では無理だと思います。私たちも資料を見なければわかりません。わかる資料を提示いただきたいんです。お金の動きがどうだったのかということを提示して、改めて説明を求めたいというふうに思うんですね。でこれは地元有権者に誰が利益供与をしたのかと、このことが問われる問題なんですよね。で私やっぱり最初に戻るんですけどね、一番最初、昨年の11月8日に戻らざるを得ないんですけれども、私は桜を見る会とセットで地元有権者をおもてなししたのではないですかと聞きました。その通りだったんですよ。そのことを含めて事実を全部明らかにしなければならないんですよ。費用補填が毎年発生しているのに、なぜ会費5000円という格安の設定を続けて宴会がやられ続けたのか、桜を見る会に地元有権者の参加者を広く募ったのはなぜなのか、このことが明らかにされなければなりません。衆議院の質疑の中では、答弁の中でね、私は毎回地元の皆様が大変頑張っていただいた結果ですね、これはもう常に圧倒的な勝利を与えていただいているところでございましたとお答えになった。それと地元有権者の皆さんをまさにおもてなしをするために総理の地位を使って桜を見る会に広く募り、格安の宴会でおもてなしをした、これも含めた事実が何であったのかということを明らかにすべきだと思いますが、いかがですか。時間が来ておりますので答弁簡潔にお願いします。安倍晋三君。いくつかご質問があってですね、すべてお答え、ちょっとすべて覚えておりませんので、お答え難しいんですが、この度でまず修正はですね、後援会が主催しておりました桜を見る会前夜祭について当局の捜査が行われている中、現存している資料等を精査し、弁護士等、専門家の意見も伺いながら事実関係が確認できた範囲で新たな収入及び支出を計上したものであります。具体的には、開催当日に参加者の皆様からいただいた参加費用の合計額を収入として計上し、ホテルから請求を受けて一括清算をいたしました会場費、その他諸費用について支出として計上したと、こういうことでございます。それとですね、同時に、私の地元からもですね、多くの桜を見る会に参加をしていただいたところでございますが、これは毎年、過去、長年にわたって、そうしたことが慣行として行われてきたわけでありまして、推薦をですね、総理として推薦も依頼されていた中においてですね、推薦を依頼された中において、地元の秘書がですね、知る得る範囲で推薦をしたと、それを内閣府、あるいは官邸においてですね、最終的な決定をしたと、こういうことでございます。何一つ事実は明らかになっていないと思います。改めての追及の場を求めます。終わります。以上をもちまして本件に対する